なんだい、なんだい、よしえさんって。ちょっと一回枠切って、だってちょっと待ってね、うん、ガキがなんだか知らねえけど、うん、枠切って、だってちょっと一回枠、何、服着替えしよう、だってしないよ、私着替えしないよ、だって冗談じゃないよ、やだよやだよやだよ、いいよ、いい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 、やる、いい、いやいやいや、服は着替えない、私そんなことやんだらやんない、やらない、私、うん、いいよ、そんなことやるんだらやらないよ、着替えするんだらやらない、私はそこまで、私やられるんだ、私は大事だからさ、着替えなんかできないよ、悪いけどそんな関係ないよ、そこまで言うんだらやらないよ、もう嫌だよ、疲れてんだから私ね、無理だよ、着替えしてなんて冗談じゃないよ、何考えてんのバカ、もっとね、おっぱい丸出しの人いるよ、私より、私なんかこんなん見えないよ、他の配信者でおっぱい丸出しの人いっぱいいるよ、なんで私にそういうこと言うかね、嫌なこと、暑いもんなんか着る嫌なこと、私涼しいが一番、あなたの買った服なんか着たくなり、なります、着ません、あなたの買った服なんか着ません、袖がついてて暑くてしょうがないね、慎吾の買った服なんか暑くてしょうがない、とてもじゃねえけど、これどっち先入れるんだっけ、肉先入れるんかい、私わかんねえや、なんだか分かっないちゃって、ダメ、別にね、こんな肉なんか全部入れちゃえばいいじゃないね、だってさ多いんだから、焼きそばにつまん、玉ねぎ、あれこんな肉なんかさ、あ、ちょっと多すぎたか、油が、まいったな、入れすぎちゃった、こんなでかい肉買うばかりに入った、ねえ、じゃあさ、私自分で好きな洋服着られないってことだよね、配信するってことは、そうだよね、ね、配信する前に落とされたんですかねって、うん、してて、しててだよ、うん、のだめさんしてて、うん、こうに立つときね、あれみたいよ、ここが、うん、でもそんなに私は空いてないけどね、うん、あ、ゆうさん、よせさん、こんばんは、ナイスしたけんね、ありがとう、ありがとうね、くるまんじゅうさん、カメラが上だから見やすい、そうでしょ、うん、私もそう思う、これをこう斜めにしてあるから、もっとこうね、 やって、うん、立てば大丈夫だと思う、私も、うん、よせさん着替えようって思う、うん、着替えたんだけどさ、こういうの嫌いなん私、うん、こういうのね、私、うん、袖なしが好き、うん、ね、で襟ぐりが開いてるんが、うん、おっぱいなんかこんなね、首が詰まってる、こんなやだよ、暑くってね、うん、だってさ、他の配信者さんすごい肩とかさ、この辺まで出してるよ、なんであれなの、わかんねえんだよね私ね、ゆうさん、うん、慎吾が
慌てて着替えさせたでしょうって、そう、みこちゃん着替えるの大変だよねって、そうなんだよ、うん、あなたほどの人はなかなかいないだって、なんだよこのクソガキ、うん、わざと見せないようにね、かわいいだよって、わざと見せないようにねって、もかわいいだよ、水着は OK だって、ああそうなんだ、水着は OK で、こういう私の袖なしはダメなんだ、ああ水着の方がよっぽど見えるよね、うん、そう思うけど、うん、私はね、うん、ね、たまげるね、じゃあさ、私の好きな服着られないわけだ、夏はこれやってる限りは、そうだよね、そうだよね、そんなのないよね、人生、うがめさんかわいそうでしたってね、自分の好きな洋服着たいよね、夏ね、そう思うよ、私ここまで厳しいんかい、水着が良くってさ、あんなの私の丸見えじゃないよ、あれね、おかしいね、なんでもいいけどさ、ふわふわふわちゃん、よせさん、水着でやろうよ、こんばんは、あ、よしみちゃん、残念ですが配信ルールですから仕方ありませんねって、そうなんだ、うん、よしみちゃん、そう、いやー水着料理もろーって、アンチが通報したんですかね、わかりませんがってね、ああ、みなちゃん、よせさん、かわいそう、かわいそうってね、違うよ、好きな洋服着られるからね、スポーツ、ブラがいいんだ、そうなんだ、ブラがついてるんだら大丈夫な、そういうのもあるよ、うん、うんと履いてるよ、ここに、履いててさ、ブラジャーがついてるのもあるよ、歩んだらいいん、歩んだらいいん。水着はちゃんとガードされてるから水着なんだよ、まあ、なんだよ、あなたのは全くガードされてない、ルナちゃんこんばんは、初コメですってありがとう、何かかわいそう、よせさんって、そうだね、自分の好きなもん着られないんじゃやだね、夏でね、じゃあそういうもんはいつ着るわけ、ね、じゃあブラジャーがついてればいつこと、いっぱいあるよ、袖なしでブラジャー好きのが、それのがよっぽど見えると思う、ブラジャーがさ、ここについてればさ、こうある程度ここにあれがあるから、ここにガサがあるから、あっちのが見えると思うよ、私、あの世で着るしかない、あ、肩が落ちないからって、ああそういうこと、好きなの、好きなものだろうが好きじゃねえだろうが見えるか見えないかだよ、だってそうですよね、本当ってね、ブラが見えても通報される、そうなん、もっとすごいあのね服着てる人いっぱいいるよね、私なんか見えない方だよね、考えられないわ、すごいね、おっぱいなんか丸出しの人いるで、この辺までこうしてさ、それでも晩なんねんな、しつこいわ、だってね、難しいね、難しいね、人間ね、自分の好きな洋服が夏嫌いねんじゃ、どうしようもねえわ、嫌な服ばっかり着て生きるんじゃなんか嫌だな、袖があるようなんばっかり、
でん時来てってね、うん、そうブラヒモ、あそうなんだ、ヒモが怒ってるだけだよ、これクソガキが買ったやつ、うん、私嫌い、とりあえずその服着れば大丈夫だから、大きなお世話だよこのバカガキ、ヨタ野郎何言ってんだよこの野郎、その洋服暑そうで最悪だねって、そうでしょ、暑く、まあね生地的には薄いけど、うん、あんまり好きじゃないこういうデザイン、うん、首がね、こうに詰まってるの嫌い、私こう開いてるのが好き、うん、胸とかね、うん、嫌な、こう詰まったような首、だって着るときに頭もサボサになるもん、脱ぐときもある程度さ、襟が開いてればこう頭ぶつかないもん、そうでしょね、そう嫌だね、うるさいね、たまげた、おったまげたよ、おったまげた、なんか知らねえけどさ、もっとすごいの着てる人いるよね、じゃあ水着でやるべえか、うん、そうだよね、水着着るか、これでもいいわ、あ、本当だよ、武蔵さん、若い姉ちゃん、父見えそうな服着ても落とされないのは、そうでしょ、武蔵さんそうだよね、うん、武蔵さんの言う通りだよ、うん、私そう思う、うん、すごい若い姉ちゃんすごいの着てるよね、うん、おばあなんてさ、そんなん着たってさ、別に色気も何もねえんだからさ、少しは多めに見てくれてもいいと思うんだよね、若い姉ちゃんもさ、おっぱいとかさ、こう見えそうなの着てるよね、武蔵さんね、私そんなの着てないよ、うん、みなちゃんいいね、注意して怒られる、慎吾笑うってね、ね、ね、自分の好きな服が嫌いねなんて寂しいね、何のため買ったんかね、ね、ひまちゃん、ゆうせいさんこんばんは、まだ暑いね、暑いね、暑いよ本当に、うん、ね、焼きそば作るんだけどさ、作ってたらね止まっちゃったんだよ、うん、ね、なんか止まっちゃったね、もう嫌になっちゃった、くたびれた、もう止められただけで疲れる、うん、もうどうでもいいや、本当に嫌になった、私なんでここまでやる、もっとすごいの着てる人いっぱいいるよ、話題になるとおっぱいなんか見えなかったよ、まあいいけどさ、もっとすごい人いっぱいいるよ、若い姉ちゃんね、え私色気で見せてるわけじゃないからさ、ねえ色気じゃないからさ、ねえそうでしょ、なんかねえ色気で見せてるわけじゃないんだけど、そうだよね、もうやりたくなくなっちゃった、こんなこと、こんなクソガキだよ、こんなのね、焼きそばなんか作りたくなくなったよ、もう、いや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 、もう、ああ自分の好きな洋服も嫌いねえじゃ、やんなりんこだい、女に見えなかったけどね、私見えるほどのね露出の着てねえけどな、私なあ、そう思うけど、こんな露出するようなの着てねえけどな、わかんねえけど、慎吾もうるせえ野郎だな、あれな、あのクソガキよ。
あのクソガキうるせえよ。だってそうでしょ。そんなことでうるせえこと言ってよ。すぐ洋服持ってきてよ。そんなことよりね、そんなことよりさ、そんなことよりよ、あれ買ってくりゃいいんだよ、もやしをよ、バカたりが。そんなことで夢中で嫌がって、あのくせやろ。むかつくぜ。やだね、うるせえ。自分の好きな洋服も着替えねえんじゃどうすんだよ。私袖のあるの嫌いだよ。夏なんて暑くて。まあいいや、ともかくいいわ。何でも別にね、でっかいよ。おめえ若え姉ちゃんがおっぱい出すんだら色気あるけどよ、75のババアがよ、んた父見せるわけじゃねえんだけどよ、ちょっと失礼だよね。75のババア色気なんかねえからよ、別にそんなこと考えちゃいねえ。75のババアがね、姉ちゃんはさ、若い姉ちゃんは色気でね、みんなねやるだろうけど、おばはそこで色気出すわけねえじゃん。誰が考えたってね、おばなんてやって生きてんだからさ。ましてさ、介護ね、介護さんなんだからさ、さ介護さんのババアが色気出すかい。まったくきついな、本当に人生つらいな、つらすぎる、辛いよ。焼きそばに当たってもしょうがないけどよ。ねえ、焼きそばに当たったってしょうがないけど。70歳のおじいが色気出す帰りって、ね、そうだよね、うん、そうだよ。私バカだね、あバカみたい。私バカよねだね、ほんとバカだ私、うん、バカであんたね。キャベツの中にゴミ入れてる一生懸命袋、今頭に金玉だからよ、うん、頭に金玉、うん、どうしようもない。こんな暑い洋服着たらじゃあ暑くてしょうがねえわ。金玉じじいだよ、なんか分かってなっちゃったよ、頭がおかしくなっちゃったよ。頭おかしくなったよ。ねえ、北斗さん、妖精さん、こんにちは。あらら、どうしましたかって、ありがとうございますね。今日は今クワッチに止められたんです。私のおっぱいが見えるって言うんで洋服買いました。私おっぱい出すほど色気ないんですけど、こんなに見えてたのかね。ねえ、みーさん、ゆうさん、こんばんは。ってねえ、北斗さん、一回止められました。だから着替えました。うん。そう。ね。ほんなね、今までだってあの服でやってたでしょ。大丈夫だったよね。なんで？ちょうど見えたんかね。わかんないけど。立つとき。わかんない。あの洋服でやってたんだけど、今までも。で、行ってきてから。おかしいな。意味がわかんない。まあしょうがねえ。ね、止められちゃった。うん、
ね、だってさ、自分の好きな洋服ってあるじゃない。誰もね、好みがね。これはね、着られねえじゃん。腹が立つわ。トサカイ来るわ。トサカイ来るわ。ふやかすんだよね、これ。違う。よいしょっと。肉だよ。肉が生焼けじゃ困るよ、あんた。ねえ。肉が生焼けじゃ困るよ。さあ、これで味付けするか。これで味付けだね。よし、味付け。これがまた切れねえと来てる。どうに切るの？なーっと読んじゃない。丈夫ならいいけど、丈夫じゃないからね、大変だよね。え、ありがとう、うん、はい、はい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 、おじいかな、おじい、はい、これですね、ちょっと弱火、ちょっと弱火、ちょっと弱火ね、弱火で、あとはね、あっち焦りっちゃうだよ。ちょっとお湯入れちゃったからいいんじゃねえな。だけどいいじゃねえ、ほら肉がくっついちゃったよ。ソースが足んねえ場合は、うん、ソースがあるんだって、こういうソースがね、あいつね、ね、あいつはわがままだから何でも一通り買う人間、うん、ね、ソースがついてたら焼きそばのソースなんか買わなくていいのにね、わがままやろうってあんなもんだ、人生わがまますぎ。おいしょ、だこいいかな。よし、これで2袋、これで2袋ね、2袋入れましたね。はい、2袋よく混ぜる。でかい肉だ。危ねえな、これがいくらか持ってこっちの肘でこうにやるか、くるれたら困るね。やか、あのね、動いちゃうんだね、あれがね。こっちの肘で、こっちの肘でさ、自分を押さえとかないと、かき混ぜられねえよ。いや、おーし、あと一つ、あと一つ入れるわよ。どこに行った、あれ、はい、ゴミはどんどん片付けながらやります。
ゴミはどんどん片付けながらやりますね。よいしょっと。はい。じじが設置して。はい、これで全部。OK。これでよくかき混ぜれば出来上がり。ゴミはみんなこの中に入れます。はい。はい、これで野菜のゴミはこれまた使います。よし、クリーナー。よし、これで。あとは。あとはあれだよね。湯気が、湯気っていうか、お湯入れたから、お湯が飛ぶぐらいにちょっと炒めればいいんだ。あちゃあちゃ、ぶついちゃった。よいしょ。これでできたかしら。まだこっちが混じってね。こっちが混じってね。まあ、混じってないか。やだね、肉が邪魔だ。もうできたんかしら、これで。あれ入れればいいんだよね。もやし買ってくれんだよね。もやし美味しいんだよ。まあ自分で作った方が安上がりだけどね、買うよりね。でも肉なんか買ってくれ同じか。よし、こんなもんでいいですかね。ね、混じってね。肉全部使ったよ。これでいいかな。よし、コリーナ。混じったでしょ。ね。さあ、これでちょっと弱火にして。弱火ね。そうだね。ちょっと弱火にしてね。ちょっと弱火ね、あれが飛んじゃないとね、なんだっけ、あれが、なんだっけ、あっちの足びっちょいだよ、こっち参ったな、これこれは参った、あっち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 な、あっち汗びっちょり、鼻が汗びっちょり、汗びっちょりでございます。汗びっちょり、汗びっちょり。さあ、これでいいかな。よし、できたかな。よし、これでいいか。早いね、こういうの作るの早いよ。こういうとこちょっときれいにすればいいでしょう。拭いてね、粉がこぼれて綺麗好きだからね。綺麗好きだから私は後で片付けます。これね、これ後で片付けますね。ね、こういうとこきれいにするのが好き。散らかったとこでお料理しても良くない。あとソースが足んなかったらこれをつける。ね。
ね、こんなもんでいいか、うん、さあできたわよ、さあこれでいいかしらね、さあバッチリだわ、なんか濃いからソースいらねみたいだな、なんとなくな、ちょっとよそってみますね、よそってみますね、やこちゃんって焼きそばって、そう焼きそばよね、焼きそば食べてみるわよ、海苔があれがあるといいんだよね、青のり、青のりないからさしょうがないわね、食べてみますね、肉はね全部入れちゃったよ、だって少しぐらい残したってもったいないもんね、油肉がいいな、どっちかっていうと油肉食べたい、私は、こういうガチガチした肉より油肉がいい、さあこれできたよ、ちょっと食べてみるね、食べてみますね、ちょっとねご飯だからこのぐらい食べてもいいかね、さあこんなもんでいいか、さあできたわね、これでいいですかね、さあ火止めますね、ありがとうございますね、ありがとうございます、なんとかできたわよね、なんとか焼きそばできました、あにゃこちゃんありがとう、油肉って肉バラかなって、そうじゃないの、いいやつがあった、でも油肉好き私、そうだよね、ありがとう、225名の方、よろしかったら、よろしかったらね、ナイスナイス、よろしくお願いしますね、ナイスよろしくね、ありがとうね、ありがとう、ナイスよろしくね、今食べるからね、ちょっと待ってね、美味しそうだよ、ね、ナイスよろしくね、あ、出て出て、ナイスナイスナイス、よろしくね、ナイスナイスナイスの話はあのねのねってね、さあ頑張ってやったわよ、洋服着替えたわよね、洋服着替えたわよ、暑かったわよ、暑かったわよ、洋服着替えたけどね、唐辛子別に出会っていいんだよね、ごめんなね、唐辛子じゃねえんだよね、さあこれできたわよ、ねえたまちゃん大丈夫かな、外入れてんだけど泣かねえよな、聞こえねえよな、どうしたどうしたのかな、たまこさん、たまこさんどうしたの、大丈夫かしらね、さあ食べてみるわよね、食べてみるわよ、よいしょね、あ、そっか、食べる前に漢方の薬飲んだ方がいいかな、食事前に私漢方飲むんだいつも、漢方の食事飲んでそれからがいいな、どうせじゃこれから、どこだっけな、漢方漢方、あ漢方のね、あれ漢方の薬飲んで痛い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 だから漢方飲むのが
いろいろ痛い痛いばっかりだ。まあしょうがねえな。さあ漢方さん飲みますね。それからいただきます。ありがとうございますね。さあ飲むわよ。さあさあどうですかね、できたかね、上手に。よいしょっと。さあできたかな。漢方飲むわね。漢方の薬これね、食前に飲む、うん、それからね、うんうん、うん、さあ飲んだわよ。さあ食べますよ。食べてみますね。お肉全部使いました。明日にとっとけっつうけど、とっとくほどはないわよね。ありがとうございますね。焼きそばソースってこれかけた方が美味しいかね、みんなね。ちょっとかけてみるね。ちょっと恥かけてみる。焼きそばソースだってこれどんな味するか、どう違うかね。ありがとう、ありがとうございます。字が目が見えねえだ。ありがとう。閲覧の方、よろしかったら、よろしかったらナイス、ナイス、よろしくね、よろしくお願いしますね。はい、じゃあね、食べてみますよ、ね、食べてみますよ。どこじゃ、座るんがよじゃね。今度は、おっぱい見えないかんね。大丈夫だね。ありがとう。ありがとうね。座りました。ありがとうございます。食べよう食べようって、ありがとう。じゃあ、食べてみるね。ね。これ見えないね、みんなにね。見えないね。見えないよ。ね。見えた方がいいのかな。どうしたらいいの。食べるの。もっと斜めにするの。壊しちゃったら困る。さっき消えちゃった。ここにあったら消えちゃった。食べよう食べましょうってね、見えないよみんなにね。あ、食べな、食べるかんね、まあうまそうってね。こんばんはってね。ありがとう、ありがとうね。食べてみるね。ね、いただきます、いただきますね。うんうん、うんうんうん、おいしいわ。うん、おいしい。うん。